ファビオラ・ジャノッティは、イタリアの実験素粒子物理学者、女性初の欧州原子核研究機構事務局長。セルン事務局長の任期は2016年1月1日から5年間で、あったが、2019年の第195回総会で、セルン理事会は、ジャノッティを2期目の事務局長に選任した。2期目の任期は2021年1月1日から2025年までの5年間で、 ある。セルンの歴史上、事務局長が完全な2期目に選任されるのは初めてのことである。幼い頃から、ジャノッティは自然と彼女の周りの世界に興味を持っていた。シチリア出身の母親は、ジャノッティに芸術を進めた。ピエモンテ出身の地質学者である父親は、ジャノッティの初期の学習への愛情と科学的関心を促した。ジャノッティは、 マリキュリーの伝記を読んだことで科学研究への情熱が芽生えた。それ以前は古典、リチオで音楽と哲学に焦点を当てて人文科学を学んでいた。1989年にミラノ大学から実験素粒子物理学の博士号取得した。1996年からセルンで働き、フェローシップから始まってフルタイムの研究物理学者となった。年、 アトラスコラボレーションのプロジェクトリーダー及びスポークスパーソンに押された。セルンの WA70 実験、UA2 実験、そしてアレフ実験でも働き、検出機開発、ソフトウェア開発、そしてデータ解析に携わった。2016年に女性初のセルン事務局長に選任された。2期目も再任され、2025年まで務める予定である。 フランス国立科学研究センターの科学評議会、アメリカ合衆国のフェルミ国立加速器研究所の物理諮問委員会、欧州物理学会の評議会、ドイツ原子シンクロトロン研究所の科学評議会、オランダのニーケフの科学諮問委員会、そして国連事務総長の科学諮問委員会などいくつかの国際的な委員会のメンバーである。2018年に 王立学会の外国人会員に選ばれている。ジャノッティは、イタリア科学アカデミー会員、米国科学アカデミー外国人会員、そしてフランス科学アカデミー外国人会員でもある。2019年に、アメリカ哲学協会会員にも選ばれた。ジャノッティは、セルンの大型ハドロン衝突型加速機での業績に、関する2013年のドキュメンタリー映画、パーティクルフィーバーにも出演した。 ジャノッティがアトラスのスポークスパーソンを務めていた期間にアトラス実験はヒックス粒子の発見に関与した二つの実験のうちの一つとなった。2012年7月4日、ジャノッティはヒックス粒子の発見を発表した。この発見まではヒックス粒子は完全に素粒子物理学の標準模型における理論上の存在であった。 ジャノッティのアトラス実験に対する深い理解とリーダーシップはこの発見の主要因であると認められた。ジャノッティは査読付き科学雑誌に掲載された500以上の論文の著者あるいは共著者である。セルンがヒックス粒子の観測を発表したオブザーベーションオブ A ニューパーティクルインザサーチフォーザスタンダードモデルヒッグスボッソンウィズザアトラスディテクターとザ LHC 英国物理学会のニュージャーナルオブフィジクスに掲載された Searches for Super Symmetry at High, Energy Colliders, The Past, The Present and The Present and The Future そして APS Physics Journal に掲載された Calorimetry for Particle Physique などが有名である。ジャノッティは男性優位の分野で成功するために障壁を乗り越えなければならなかった。 ヨーロッパの科学界の男女比は女性1人につき男性が2人である。アトラスプロジェクトに取り組んだチームに女性はわずか20%しかいなかった。ジャノッティは女性初のセルン事務局長であり、2012年にはセルンの最も大きな2つの実験を引いた。彼女は性別による差別に直面したことは一度もないと主張している。 私自身が差別されたと感じたことがあるとは言えない。もしかすると差別はあったのかもしれないが、それを実感したことはない。と述べている。ジャノッティは、意欲的な女性科学者が、男性優位な分野の障壁を破るための支援を、している。彼女は特に女性が子供を設けるときに、さらなる支援をしたいと考えている。 彼女は自身が十分な支援を受けられず、そのために子供を設けることがなかったと感じており、そのことを今は後悔している。ジャノッティはガーディアン氏による2011年のトップ100ウィメン、タイム氏による2012年のパーソナリティオブザイヤーの5位、タイム氏による同年のパーソンオブザイヤーの辞典、ホーブス氏による2013年の最も影響力のある女性100人、 ーリンポリシー氏による2013年の世界の思想家に選ばれている。ウプサラ大学、スイス連邦工科大学ローザンヌ校、マギル大学、オスロ大学、エディンバラ大学、ナポリ大学、シカゴ大学、サボア大学、そしてワイツマン科学研究所から名誉博士号を得ている。2013年以降、エディンバラ大学の名誉教授である。ジャノッティは、 バレリーナの経験があり、ピアノを演奏する。結婚したことはない。ニューヨークタイムズによれば、オランダの物理学者、レンデス・ティーランバーグは、ジャノッティについて、物理学に人生を捧げる決意をした。確かに、犠牲は払った。と述べている。2010年のインタビューで、ジャノッティは科学と信仰に矛盾は見られず、それらは、二つの異なる領域に属していると述べた。 誰ぷっぷりかによるインタビューでは、科学と信仰は別の分野ではあるが、相反するものではない。物理学者が信仰を持っていることもあるし、そうでないこともある。と述べた。2020年9月現在、イタリアのアスペン研究所の一員である。ありがとうございます。